毎週金曜日都市伝。いやーチクミーチクミーチクミー。はい、ということで本日も都市伝に詳しい横田チクミー先生よろしくお願いします。誰だお前は。シャ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 チクミー。チチチチに救われたことだけは忘れない。はい、ということで本日もねとっておきの都市伝説を持ってきてくれたんですけれども、はい、今回はね先にロケに行かせていただきました。はい、その会場に行っております。会場っておかしい、現地にね、現地に行っております。はい、じゃあ VTR をどうぞどうぞどうぞ。今回の舞台、お前がすんの、舞台はサンシャイン。2回舞台言うてるやん。あの有名なサンシャインです。恥ずかしいわだよね。まあ、細かい話は後で伝えるとしまして、このサンシャインが実は処刑場だったと。マジで、まあ、マジでっていうかターボーさんが言ってたんですけど、はい、恥ずかしい。お手伝いさんが言ってたんですけど、その隣にある公園がなんか処刑台の弾頭が残ってる。そうですね、今日はそこで処刑をされる。あれねえよ。え、舞台はこちらですわ。いや、この真横にある公園、もうね我々クラスになると分かります。それなんですやばいです。ちょっとね、ほんと俺らいろんなとこ経験して雰囲気で分かるようになってしまった。慰霊碑みたいなのがあるのよ。慰霊碑、これを一瞬ノリだけやっぱ俺もこれ知ってんだけど、この説、うん、実はそう、その名残からかその時の霊が出るらしい、この公園。マジで言ってる。夜はやばいって。やばい、夜はやべえ。じゃあ今昼だから一緒に帰ろうぜ。そうだマジで、やばい、やばい、安全なしね。はい、もう目の前よ。ここがもう地形台だよ。こちらです。なんかもうそんな感じするもん、地形台やったみたいな。ここが、ここで処刑されたの。そう、ここが地形台なんだよ。え、そう、そんなここが地形台、タイムリーな場所だと。そう、え、やばくない。なんかもう形がもうなんかっぽいもん。形確かにっぽいわ、ここだけ。色違いっぽいもん。おかしい、なんかおかしい、ここだけ。先般、うん、A 級戦犯、B 級戦犯、C 級戦犯の人が処刑された。B 級戦犯すごいな。そうね、第二次世界大戦の、そう、戦争の時の時に捕まえた、そうそうそう、スパイとかを。先般の人ここでやられた。そうそう、海外のロシアとかのやつが。あ、海外なんです。日本じゃない。日本じゃない、海外のやつを捕まえてここで処刑する。あと一つちょっと言いたいことがねあるわけなんだけども、処刑された人数が60人なわけなんだけど。嘘だろ。え、嘘でしょ。ここで、ここで。待って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 、後ろを見てください。待って、これは、マジで。はい、カメラ見て、こっち来てもらって。はい、カメラ見て。え、嘘でしょ、嘘でしょ。これ60回でサンシャイン60っていうわけなんだけども、この処刑の人数からサンシャイン60って名付けたんではないかって言われている。うわ、60人でも決まってる。60人決まってる。そう、結構違和感つきながら疑惑が出る。なんか取り壊しをしようとしてもなんか事故とかが起きてうまくできなかったらしい。ああ、それあるわ。すごいところで休憩してるやん、この人たち。これやばいよね。この辺すごいんだね。そう、やばいの。じゃあ詳しくはまたお家でお話ししてください。そうだね、具体的なやつは家で。例えばあそこの奥の人、あ、本当だ、あ、本当だ。うわ、映った。映ってねえよ。俺は俺だ、俺が俺です。まあそう。はい、ということで見ていただきましたけど、はい、こっからはね、ドテジラさんに詳しく説明していただきます。いやー、気になるわ。早く教えてよ。今から喋る、喋る、喋るからこの状態で喋ることもできないし。助けられた。まあそう、サンシャイン60はね、はい、そのあの60は処刑された人数って言ったね。言ってたね。すごい言葉。ガチだね。正確に言うと、あの石碑があった場所が処刑場で、サンシャイン60っていうのは監獄だったんだよね。その名も巣鴨プリズンっていうね。もう名前まで出てる。巣鴨プリズン、そう、めっちゃおばあちゃんたち。そうやな。そこでまああのまあ第二次世界大戦中はロシアのスパイとか処刑してたのよ。で、戦争が終わって日本はまあ GHQ に支配されますと。それで日本の偉い人がどん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 処刑されまくったっていうことなんだけれども、そこにはね13号鉄碑っていう
まあ、鉄碑って鉄に扉って書いて鉄碑って読むんだけど、13といえばああメイソン、まあ、13はメイソンの番号だけど、もともと悪魔ですね。元は悪魔、ヨーロッパとかで嫌われている番号。いや13ってすごいんだよ。でその13号鉄碑っていう扉を開けて、でそっからが処刑場へ続く道だったんだ。でそこに行くまでの階段の段数13です。うーわー、爆死犯じゃん。もうね、いちいちね絡めてくるというか、もう殺すためだけに、もう殺すためだけみたいな。でその処刑場までの距離も13キロ。多すぎだろ。大体の土手一周の中で大体8キロ。俺らのその画像があります。おお、え、マジで。それがこちら。これが13号。書いてある。書いてあるんですよ。マジで、超怖いやつじゃん。そう、まあここでその、まあ、東条英機とかもう A 級戦犯と B 級 C 級戦犯とかがこの扉をかいくぐって処刑されていったと。東郷智則も、それはお前だわ。そう、じゃあここにいるお前はなんだ。地下にあったの。地下にあって、で13段上がって、で、まあ、地上みたいな。やば。そうで、まあこの処刑した幽霊とか、巣鴨プリズンって結構そのまああんまり言わないようにするけど、結構残虐な罰とか死体罰とか結構やってたのよ。だから結構そういう悪霊とかが出るんじゃないかっていうね、噂がね。サンシャインって幽霊出んの？サンシャイン幽霊出ます。めっちゃ出るらしいよこれが。あ、そうなんだ。そうなんだ。公園とサンシャイン、俺ら昼間に行ったからまだいいけど、助かった。うん、深夜に行くと幽霊出るらしい。その兵士たちのうめき声とか火の玉みたいなのが目撃したっていう、そういう情報が絶えない。池袋よ、あんな公園だよ。休憩するところで、いやでもあの公園見たらちょっとガチガチでは、うん、不気味だったね。永久平和を願ってって書いてあったからね。なんか入り混じってるね、いろんな怨念が。そうだね。で1966年、まあその巣鴨プリズンを解体して公園を作ろうっていう計画が始動したんだけど、もうどうもそのさっき言ったうめき声とか火の玉目撃情報多くて、それを工事してくれる業者が見つからなかったんだよね。いや、よく聞くよね。もういろいろ大きすぎるとやってくれなくなる。そうそう、事故とかもあるって死んじゃうとかね。そういうのがあってなかなか公園作れなくて、でやっと1979年に公園作れ。めちゃくちゃかかってる。13です。あ、嘘でしょ。嘘でしょ。嘘でしょ。それは嘘だって。俺も今気づいた。それは嘘だって。13年やばい。それは嘘だって。13年って13年今声聞こえた。マジ？え？13ってダメだ。怖え。今気づいた俺も。それすらも測ってんじゃない？一生いや、イニシアル。これすごいことだよ。偶然にしてはすごいことですよ。偶然にしてはありえないことですからね。これすごいことだからね。これだけでしょ今ね。なんともないおっさん出てきたもんね。もうやっと1979年に作ったはいいものの、はい、作ったこの年にある高校生3人組が近くのゲームセンターで遊んでたんだけど、ゲームセンターから出て空をふと見上げたら、これ当時新聞の記事でも取り上げられたことなんだけど、なんか火の玉みたいなやつが空から浮かんでるんだって。まあそれずっと見てたらどん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 こう降りてきて、もう手が届きそうなとこぐらいまで降りてきた。いざ手を伸ばしたらこう空に向かってスーって消えていったっていう。火の玉って本当にあるの？火の玉あるらしいわ。本当に。ばあちゃん見たんです。え、そう、戦争終わりぐらいの生まれなんかな。若干空襲とかを経験してるから、その空襲とかあったような場所になんか数年後に行って、その時夜でもう火の玉普通に浮いてたって。絶対そういう嘘とか冗談言わない人です。ああ今映ったよね。聞こえない。聞こえなかった。今おったって。ここはねって。いやでもサンシャイン闇深すぎる。13絡めすぎ。サブちゃんで東京行った時もう一回行ってきて。やだよ。危険危険危険。一人とか危ない。本当に危ないから。俺めちゃめちゃ喋ってるやん。せやな。びっくりした。全然助けてくれへん。今日から半年間チンチンだけでやってきた。それだけでやってきたの。だからね、皆さんもね、池袋に行く際はご注意ください。信じるか信じないか。めちゃくちゃ雑じゃん。嘘だろ。嘘でしょ。お前しっかりしようとか言うてないんけ。この前しっかりしてくださいよそこは。はい、ということで、はい、今回もドテズラさんの都市伝説少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ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 。チンチン。まだチャンスあるし、まだチャンス。まあいけるね。まだチャンスあるな。まあやっぱりね、はい、13ですから。
悪魔の番号なわけですよ。13号鉄壁、13の階段、うん、そして謎の怪奇現象が起きた13年後にやっと公演ができたと思ったら、空を見上げれば火の玉が映ると。おお、もうえ、それは嘘だって。13年